日蓮大師道徳話大志敬腐及び誕生6貫禄「へいへいどうも実はあなたにだんだん熱くご恩を受けましたからどうぞしてお手助かりをしたいと存じましたがあなたがお一方でこの島へいらっしゃるから ご不自由でござろうと存じておりましたが西も東もわからんところへいらしってよくまああなたはそのようなまあ恐ろしいひげを生やしてどうしてみても船頭だと思ったが問いかけてみると言葉が違いますからはてなここにも言葉のわかる人がおるかと存じました。 よくまあおかわりもなくおかぜもひかないで。重忠。いやいや体も達者である。大きに暖気なところであるからな。よいわ。へえいやいや俺のところへ来い。もう私はどこへも参りません。あなたのおそばにおって。 ご恩返しをいたす心得でついてまいります。これじゃ俺の住まいはかような見苦しいところだが、やあ、入れ。これが、ええ、これだけですか。竹の柱に茅の屋根ということは聞いておりますが、この節だらけの丸太の上に、 板を乗せてかき殻や石ころの乗ってる屋根に畳はなくてこれが何ですかむしろですかこのむしろへあなたが魚身なしようまああなたなれとは言いながらこんなところにいらっしゃいますないや始まりは困ったが。 だんだん慣れてから、このごろは何とも思わんようになったよ。ええー、まあ、思いがけないことでございますな。どうも、へえ。これ、梅肉。これはな、俺が旧来使った家来じゃ。まあまあ、ようお尋ねくださいまして。 はいどなたいやこれはわしがこの浜へ来てもろうたわしがおかかというわええこれはおかか様、ま、どうも初めてお目通りいたします私は貫禄といいまして元から引き続きましての家来で旧来ご恩をいただきまして 一通りならんお世話になりましたものでございますから、どうかお尋ね申さなければならん思うて、ついてきたくてもお咎めのお身上でついて参ることはできません。どうかと思うて、毎日毎日心配いたしておりましたが、まあまあ、よい奥様をお持ち遊ばして、へえ、 じゃあ何ですか奥様のことをおかかと言いますかもったいないおかかというのはどうも私が道を聞いたらどこへこれから行くんだと聞いたらあっちへ行けあっちへ行けと言いましたがあっちへ行けなんというのですからどうも言葉がひどいところでいや これからはご心配なさいますな。井戸はどこにありますか。私がおままを炊きますから。と、これから貫禄がしきりと働きますから、まず貫禄に助けられて、だんだんこの島におりました。なへ続く。